皆さんこんにちは、からしまめどりです。私は南薩摩市の観光大使をさせていただいているんですけれども、美味しいものがたくさんあります。今日もご紹介いたします。美味しいものが届きました。知らないという名前は皆さん初めてかもしれないですけれども、デコポンにデベソがあっての、一つの種類だそうです。観光課の方からまたお手紙をいただきました。蔵出し知らぬい、冬に収穫した果実を保冷庫にて長期にわたって貯蔵する技法で酸味を抑えて甘みを際立たせています。冷たくして食べればより一層美味しくいただけます。毎年大人気の返礼品ということなので、皆さんぜひふるさと納税をしてください。借り集めると書いて借り集まり農園、借り集まり農園さんの、知らぬいというおみかんですけれども、兄弟お二人で作っていらっしゃるそうです。デコポンと、そしてとして知らぬいですけれども、これは清見タンゴールとポンカンを交配して誕生したということですね。なんかそう言われてみると、フレッシュなものとは違って少しこうしっとりとした感じがあります。ちょっと熟成してすごく甘く、奥行きのある甘みになってるじゃないかなと思って楽しみです。私も食べるの楽しみです。ぜひ皆さんもゲットしてください。そしてもう一つ、これ私初めてなんですけれども、本坊酒造さんの作られたウイスキーつぬきです。本坊酒造さんといえばね、焼酎のメーカーとしてすごく有名なんですけれども、お手紙読みますね。本土最南端のウイスキー蒸留所である本坊酒造つぬき蒸留所、ここで蒸留熟成されたモルト原酒の中からブレンダーが厳選した樽を掛け合わせたシングルモルトウイスキーです、ということで、本当に鹿児島でも本坊酒造さんの焼酎、本当に普通馴染みのある美味しいお焼酎なんですけども、この蒸留棟とかは本当にすごいですね。本格的で、そしてたくさんの賞も受賞していらっしゃいました。いや、焼酎も美味しいからきっとウイスキーも美味しいと思います。これも返礼品の中で、特別にふるさと納税返礼品として特別に約1500本を確保していただいておりますということです。まあ、私はもう焼酎は、少しいただきますけど、ウイスキーのは全く無学で、じゃあふるさとのウイスキーからウイスキーの勉強を始めたいなと思います。ぜひ皆さん南薩摩市に遊びに行っていただきたいですし、南薩摩市の美味しいものも堪能していただき、よかったらふるさと納税もよろしくお願いします。からしまみどりでした。